発表は座らせて、改めまして柳沢です。タイトルが、ベトナム中部高原における、ゴング演奏調律の特徴、コンテム賞、ジャライ賞の事例からです。まず調査の内容について、説明します。僕は基本的にそのフィールドワークといって、現地でその調査を行って、その調査したデータをもとに論文を書いたりとか、また映像作品を作ったり、そういったことをしています。で、調査地なんですけども、ベトナム中部高原コンテム省ジャライ省というところで、この図でいう、緑の、5つ省があるんですが、その一番上の2つの省になります。ちょうどラオスとカンボジアの国境を接するあたりです。調査期間は、ここに書いた通りで、一番最近行ったのだと、2010年11月から2011年2月が一番最近行った調査です。で、まあ、詳しい調査地域はこの赤い部分が主になります。で、調査の内容なんですが、バナ族、ジャライ族、セダン族などの少数民族村落で聞き取り調査やギレサイレン撮影、録音などを行いました。で、まずベトナム中部高原ゴング文化という、まあ、概要について、説明します。中部高原の少数民族は、それぞれ異なる様式のゴングセットと、曲を受け継いできました。ゴングには、精霊が宿っていると考えられ、重要な儀礼祭礼の際に、必ず演奏します。またゴングは維新剤交換剤としても用いられ、例えば古くて音の良い、ゴングセットは1セットで、水牛数十頭と交換されるぐらいで、非常に高い価値がある材として、受け継がれてきました。少数民族は、自らそのゴングを製造しておらず、沿岸部に住む金属や、国境接するラオスやカンボジアからゴングを購入して、各村落や、また家族の財として受け継いできました。ゴング調律師というのがいるんですが、そのゴング調律師が、民族グループごとに異なる音階にゴングを調律して、各村落で演奏に使用しています。このようなゴングの製造、流通、調律、所有、演奏などの実践の総体を、ゴング文化と、称します。次に、ベトナムのゴングについて説明します。この写真の上が突起のあるゴングで、まあ、突起ゴングで、下が、突起のない平ゴングというふうに、言えます。ベトナム語ではコンチエンという、上がコンで下が平らなのがチエンです。で、まあ、ゴングの名前というのは、そのゴングセットごとに、名前が付けられていることもありますけれども、またゴング一枚一枚それぞれが、名前を持つこともあります。で、ベトナムの中部高原にいつからそのゴングが演奏されるようになったかとか、どのようなルートでゴングがもたらされたかっていうのは、まあ、諸説あるんですが、詳しいことはまだ分かっていません。で、材質はその主に青銅なんですけども、ゴングセットによっては亜鉛や鉄、ニッケル、真鍮金などを含むことがあります。それでゴングの演奏形態を次に説明します。伝統的なゴング演奏という演奏形態と、改良ゴングアンサンブルという2つの演奏形態が、あります。で、伝統的なゴング演奏の特徴なんですけども、演奏者は、通常は、その村落内でゴングを演奏できる男性、つまりゴング演奏できる男性は誰でも演奏することができると。で、またその演奏の際に交代したりとか、また儀礼によってどんどん演奏者は交代していきます。主な演奏機会は、農耕葬送儀礼や、カトリック教会の祭礼などです。この一人一ゴングの原則というのは、各奏者が1枚のゴングのみを演奏する。各奏者は異なるピッチに調律された1枚のゴングを異なるタイミングで、入れ子状に叩くことで、結果として、旋律やリズムが生まれると。そういった特徴があります。で、まあ、平ゴング、先ほどお見せした、突起のないゴングが旋律で、突起のあるゴングは伴奏を、担当する。
で両面太鼓や鐘が拍を刻むと、この辺りの演奏は、後ほどお見せする映像で、見ると思います。もう一つ特徴に挙げられるのが、その打音と小音という、リズム感の反復が行われる、ゴングというのはその鳴らした後に必ずその音が、響きすぎないようにその弱めたりする小音というか、まあ、ダンピングというかそういったのが行われるんですが、それがまたその非常に大きな、突起ゴングとかの場合だと、腰に当てたりとか腿に当てたりだとか、そういった身体と接触させることによって音を弱めると、そういったダウンと小音の反復が、各奏者ごとに行われるそのプロセスの中でまた、タイミングをちょっとずらしたりだとか、そういった差異を与える即興性も見られると、そういった部分の特徴になる。で、儀礼の際は、儀礼シンボルというのが、あるんですけども、例えば葬送儀礼の場合だと、霊廟であったりとか、儀礼中というのが建てられることなんですが、その周りを、半時計回りにこう回りながら演奏、また女性による踊りというのが必ずあると。儀礼によっては、3日未満の演奏が続くこともあります。そして、儀礼されるごとに演奏する旋律が異なると。ワナ族、ジャラリ族の場合は、沖縄音階に類似した五音音階の旋律であることが多いという、非常にざっと説明したんですが、こういった特徴がある。で、次に、ゴング演奏の役割や意義について説明します。ゴング演奏の音は、人間と神が交信する言語であると。また葬送儀礼では、聖者の世界と死後の世界を結ぶ架け橋となると。つまり、村のゴング演奏は村のさまざまな出来事を村内村外に知らせる、メディア、スティーブ・フェルドの言葉を借りればニュース速報としての、まあ、役割もあると。例えばその村内で、演奏があって、その旋律を聞いてその村の人は今どういうことが起こっているのかというのを知ることができるんですね。葬送儀礼の場合はその旋律があるし、その他の農耕儀礼だとそれぞれそういった旋律があって、それを聞いてその人々が、集まったりとか、そういった、メディアとしての役割もあるということです。もう一つが、演奏が媒介する交流として、文具演奏の場というのは老若男女問わず、大勢の村人が場に参加する、そういった、で、ゴング演奏によって、儀礼祭りが村人に共有され、コミュニカルなイメージが作られると、そういった意義もあります。それで次にゴングの演奏機会なんですけど、これも聞き取り調査で、調べた結果、村落ごとにそれぞれ異なるんですけれども、民族グループごとに、ある程度の傾向も見られると。バナ族やセダン族の場合は、主要な演奏機会が、葬式で、これはほぼ全ての村落で葬式でゴング演奏する。で、次にまた集会所の落成式というのがあるんですが、このニャーロンという、非常に伝統的な建築に様式で、わらぶく屋根の高床式の、集会所というのが各村落に一つあるんですが、それが建設が終わった時だとか補修が終わった時に、ゴングは必ず演奏する。また水資源の感謝儀礼とか米の収穫祭やカトリック教会の祭礼などで、ゴングが演奏されています。で、ジャラリ族の主要な演奏機会の場合はこれもやっぱり葬礼が一番多いんですね。ほとんど全ての、村落で葬礼の際には必ずゴングを演奏する。で、次のようなこの墓地放棄祭という、ジャラリ族にとって非常に重要な祭礼があるんですが、これも映像で後ほどお見せします。で、あとは集会所の落成式や水陸儀礼と、まあ、こういったゴングの演奏機会があります。